エアロ8はイギリスのモーガンが開発したスポーツカー。2000年のジュネーブモーターショーで発表されたモーガンとしては64年ぶりとなる新設計モデル。ボディフレームは一部木製フレームを使用。シャーシはカナダドルで設計されモーガンとしては初めてのアルミ合金を使用するなど伝統と最新の技術の融合を図っている。デザインは流麗な湾曲を多用し、 レトロかつ新しさを伴ったスタイリングである。また、このボディは空力を重視した設計になっている。286PS、43.8KGM を発生する BMW 製 4.24LV8DOHC エンジンを FR レイアウトで搭載する。トランスミッションはゲトラグ製のフロア式6速 MT。サスペンションは独立喧嘩コイルバネを搭載。 ジュネーブ賞で発表されたエアロ8は、一週間も経たないうちに2000年の生産分を完売するなど、その注目度は大きい。しかし、モーガンにとっては革新的な要素を多く含んでいるため、ファンの中では意見の分かれる一台である。2015年3月4日、ジュネーブモーターショーにて、第5世代のエアロ8が発表された。エンジンは、 BMW 製4.8リットル V8 エンジンを搭載する。2018年3月6日、ジュネーブモーターショーにてエアロ8の最終モデル、エアロ GT が公開された。BMW 製の自然吸気4.8リットル V8 を積む最後のエアロ8となる。限定8台。エアロ8をベースにしたレースカーが2002年と2004年のルマン24時間レースに出走した。 また同年、FIAGT 選手権にワークスプライベートで参戦し、英国 GT 選手権にも参戦している。ジュネーブモーターショー15、モーガン、エアロ8をお披露目、洗練された新モデル。レスポンス。2019年7月2日閲覧。最後の BMW 自然吸気 V8 搭載、モーガンエアロ8に、最終モデル、ジュネーブモーターショー2018。レスポンス。 2019年7月2日閲覧、ありがとうございます。